おはようございます。今日はですね、10月18日金曜日です。 YouTube で、英語のサイトなんですけど、いよいよ GoPro Hero 8のレビューがね、始まりましたね。先行レビューでね、いろんな動画が出てますけど、日本語でもね、カズさんとか何人かの方が先行レビューされてましたけど、いよいよ本格的な出荷が始まって、受け取る人がね、増えてきたのかなと思います。で、私もですね、今年はついにですね、 GoPro Hero 8を、ね、買いました。今まで使ってたのはこれなんです。 GoPro Hero 5です。さすがにね、5,6,7,8 でもう3世代もね、前のモデルになってしまいました。特に別にこれがね、そんなに気に入らないってことはないんですけど、やっぱりね、いろいろ新しい機能が追加されたり、手ぶれ防止機能がね、かなり進化してますのでね、ちょっと新しいのを試したいなと思ってね、注文してみました。で、皆さんも GoPro を買うときどうされてますかね。お店で買う、店頭でね、買われる方はそれでそこで買えばいいと思うんですけど、オンラインで買う場合っていろんなサイトがね、出てきますよね。Google で検索してもいっぱい出てきます。で、どこから買うかっていうのが結構悩ましいと思うんですけど、私この Hero 5の時は野島電機っていう、家電量販店ですよね、そこのオンラインストアで買いました。長期保証とかつけたんですけど、特に故障もなく来てね、今のところ正常に使えています。もうすぐ3年経つんですけど、今回もどこから買おうかなと思ってね、いろいろ Google で検索してみたんですけど、ちょっとじゃあ見てください。打ってみましょうか。 GoPro って打つとですね、英語で打つとですね、いろんなサイトが出てきます。一番上が GoPro.com、 GoPro 公式サイトですね。で、2番目がビッグカメラ公式通販サイトで、3番目が日本総代理店田島モーターコーポレーション、4番目も日本総代理店って書いてあるね。で、 5番目が Hero 8 Black GoPro って書いてあって、これは GoPro の公式サイトなんですね。 GoPro 公式サイトって何なのかっていうと、このサイトなんですけど、これは、GoPro ってアメリカの会社ですよね。で、アメリカの会社が自分たちで持っているウェブサイトです。で、そこの日本語のページが出てきます。これは日本にいて、しかも日本語の OS のパソコンを使っているので、日本語が出てくると思うんですけど、なので、公式の公式ですよね。GoPro 自体が売っているオンラインショップですよね。で、そこからまず買うことができます。で、例えば、すぐに購入ってみると、5,800円ですね。7400円を超えるご注文で送料無料なので、送料無料になります。で、カートに入れるとですね、こんな感じでもうね、 Hero 8は在庫しているんですね。しかもサンディスクのエクストリーム 32GB マイクロ SDHC っていうカードが無料でついてきます。32GB なのでちょっとちっちゃいんですけど、でもね、これが無料でついてきます。 GoProってね、すごいこう SD カードとの相性がありまして、変なの入れちゃうともうしょっちゅうエラーが出て使い物にならないので、合うものを探して買わないといけないんです。その作業が結構めんどくさくて、 Amazon とかでね、適当に注文したりすると結局使えなかったりするんですけど、GoPro が公認しているサンディスクのSD、マイクロ SD カードがついてくるのでね、かなりそういう意味では負担が減りますよね。しかもそれも含まれて5万800円です。で、これはアメリカのサイトで買うんですけど、そういう輸入品に関しては、ご存知の方もいると思うんですけど、輸入するときに消費税相当額をね、払わないといけない場合もあります。で、今だと 10% になったので、5080円でしょうかね。そうすると5万5880円になります。で、ただしこの GoPro のサイトをよくよく読んでいると、もうこの5万800円以上に税金はかかりませんということがね、書かれています。それも国ごとにいろいろ書かれていて、日本はその税金のかからない国のね、一つになっています。なので、おそらく受け取るとき実際税金がね、払わなくて済むわけですね。だから、送料も込みで、しかも税金も込みで、5万800円で買えるというわけです。でですね、もう一つのサイトを見てみましょう。三つ目のこれです。日本総代理店田島モーターコーポレーション。ここのサイトを開くとですね、こういうページが出てきます。まさに GoPro 公式ページなんですけど、ここの右上に、田島モーターコーポレーションっていうのが入ってて、この田島モーターコーポレーションが日本で販売するためのサイトですね。
これが、まあ、言ってみれば日本の公式販売サイトになるんですけど、アメリカの公式サイトですね、 GoPro の GoPro 公式サイトと日本の田島モーターコーポレーションが持っている公式サイトと2つあるので、どちらもまあ公式といえば公式なんですけど、でね、この田島の方を見ると値段がですね、税込み55,880円で、税抜き58,000円ですね。だからこっちは税金分ちょうど5,080円プラスされた値段になってるわけですね。 10% 分値段が違うわけですね。じゃあアメリカから買うよってね、思いますかね。私はそう思うんですけど、で例えばですね、さっきの Google の2つ目のこのビッグカメラ公式通販サイトを見てみましょう。ビッグカメラは日本の、まあ、田島モーターズ経由のものを売ってます。日本正規品を販売しています。10月25日発売予定って書いてあって、値段は 55,880円です。 GoPro はほとんど値引きしないんですけど、まあ、ポイントがつきます。でそのポイントが5,888ポイントつきます。なのでまあ、大体5万円ぐらいで買えるということですね。でこうな考えると、まあ、日本の公式のものであるこういう家電量販店の通販サイトで買えば、まあ、大体実質5万円ぐらいで買えるっていうことですよね。でじゃああと何が違うのかっていうと、まあ、保証体制がじゃあ違うのかっていうと、別にそれもね、 GoPro は GoPro でこうあのアメリカの公式サイトの方も1年間の自然故障はね、当然保証してくれます。ただまあ何かあった時に国際郵便でその指定されたところに送らないといけないっていうことは多分あると思います。で日本の公式サイトで買えば、まあ、公式サイトもしくはその田島モータースの保証書がついた GoPro を買えば、まあ、日本で処理してくれると思うんですね。まあ、その点がちょっと違うかなと思います。あとはね、大きな違いは特にないんですよね。例えばこの GoPro プラスっていうね、サブスクリプションサービスがあります。これ皆さんご存知でしょうか。まあ、ちょっと前から始まってたと思うんですけど、無制限のクラウドストレージ、そして GoPro が壊れた場合保管しますね。マウントアクセサリーが 50% オフ、このまあ3つの特典が得られます。で値段が毎月500円、毎月払うことにすると600円なんですけど、1年間一括で払えば多分毎月500円ですよっていうことですよね。でこれは、田島モータース経由で買った日本公式のものも、アメリカの GoPro 公式サイトで買ったものもどちらも入れます。でね、まあ、GoPro って結構ハードに使うものなので、私としてはこの壊れた場合の交換っていうのがね、すごく魅力を感じます。まあ、ただし交換手数料として1万円ぐらいかな、かかりますけど、まあ、それでもね、完全に壊れた GoPro をね、無料というか1万円で交換してくれるわけですから、かなり安心して使えますよね。あとはこのアクセサリー、まあ一部ね、指定除外品があります。アクティビティキット、充電器、スマートリモートとか、マイクアダプターとか、カルマ系のもの、もしくは純正ではないアクセサリー、 SD カードなどは含まれません。でも、まあ、ほとんどのものは半額で買えてしまいます。なのでね、まあ年間これだと6000円かかりますけど、アクセサリー結構高いですから、これバンバン買ってたらすぐにね、元が取れるんじゃないかと思います。それプラス GoPro の交換もありますからね、私も今度入ろうと思ってます。でこれはさっき言ったように田島で経由のものを買っても GoPro 公式サイトから買っても入れます。で、まあ、普通は例えば DJI の製品とか、あと何ですかね、 Mac、Apple の製品とかでもそうなんですけど、日本に代理店もしくは、まあ、直営のショップがある場合は海外からはね、買えないですね。 GoPro も例えばアメリカで買うと399ドル、 9.99 ドルなので日本よりかなり安いんですけど、例えばそれをアメリカの、まあ、B&H っていうニューヨークにあるカメラショップから輸入しようとすると、それはできませんって出るんですね。まあ、それは結構メジャーなこういうガジェットのブランドに限らず、例えばパタゴニアとか MSR とか、まあ、アウトドアのいろんなブランド見ても、普通は日本に代理店、輸入代理店がある場合はそっちから買うように強制されるというか、別系統でアメリカから直接買うっていうことはできないんですね。なのにこの GoPro に関してはその両方ができてしまうので、ちょっと混乱を招いているかなと思います。
まあ、どっちから買ってもそんなにね違いはないんですけど、今の時点ですね、10月18日の時点だと納期が違いますね。私が注文したのはもう多分おそらくもうあと今日か明日か明後日ぐらいには届くと思うんですけど、田島経由で買う方は、まあ、一番早くて25日以降ってことでしょうかね。で、Amazon、例えば Amazon 見てみましょう。Amazon で、これは今現在在庫切れですってなってて、まあ、注文することができないようになっています。なので、まあ、いつになるか分かりません。で、この GoPro 公式限定って書いてありますけど、これは田島モータースポーツが売っている Amazon のページになっています。なので、田島モータースポーツから入ってくることになります。で、Amazon の場合は、今ちょっと値段出てないですけど、キャッシュレス決済すると今 5% オフっていうのやっているので、5万3000円ぐらいでね買うことができます。で、まあ Amazon で買う特典としてはこの非売品のステッカーがついてくるっていうことでしょうかね、という感じで、まあいろんなところから買うことができるので、皆さんね結構混乱するかと思うんですけど、まあ私はアメリカの公式サイトから買ってみました。まあ近いうちに届くと思いますので、来週ぐらいには開封とかねレビュー動画をねしたいなと思っています。あとは、まあ、このヒーロー5ちょっと古いですけど、このヒーロー5との比較なんかもねしてみたいと思っています。まあ、ヒーロー7をね去年買われた方は、まあ、そんなに今回大きく変わっていないので、まあね購入を見送る方も多いと思うんですけど、まあ5とか6とかあともっと古いモデルをね使ってる方はね、どのぐらい進化してるのかとか結構気になると思いますのでね、その辺の比較動画を作ってみたいと思っています。あとはまあちょっとジャンルが違いますけど、オズモポケットですね、私も結構気に入って動画いっぱい出してるんですけど、オズモポケット、まああれもね三軸ジンバルがついてすごいこう映像が安定してますので、どんな風にねその安定感が違うのかとかね、その辺の比較なんかもね、画質の比較とかもしてみたいと思っています。あ、せっかくヒーロー8を買ったのでね、いろんな動画をこれから出していきたいと思っています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。